ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン・ゲッツが使用した鋼鉄の義手、ホルンベルク・ゴットフリード・フォン・ベルリヒンゲンは、中世ドイツの騎士。戦争で片腕をなくすが、鋼鉄の義手をつけて戦い続けたことから、鉄腕ゲッツの異名を誇った。史実の人物としてよりも、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテが24歳の時に書いた、義曲、鉄の手のゲッツ・フォン・ベルリヒンゲンの登場人物として、有名になる。 ゲーテの作品ではかなり美化されて、英雄として描かれているが、史実ではフェーデを悪用して、血統と称した、強盗、恐喝、追い剥ぎを繰り返して、財産を築き強盗騎士と揶揄されたほどで、血の毛が多く、戦いには首を突っ込まずにはいられない性分だったという。最後は南京生活からの解放の条件として、フェーデを行わないという誓約書を書かされた。 彼の生きた時代は、最後の騎士と呼ばれた神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の時代であり、騎士が衰退していく時代であった。晩年にネッカー・チンメルンのホルンベルクの死となり、ゲッツフォン・ベルリヒンゲン2ホルンベルクと解明した。最初のものは剣を握るギミックを持ち、後に左手を使いた綱も握れるようになる義手を手に入れた。彼の使用していた義手は、 博物館となっているホルンベルク城に現存する。ありがとうございます。